いつもお世話になってます、立花です。突然ですが、皆さん2月6日は何の日ですか？そうです、母花さんの誕生日です。やったー！1年に1度の記念すべき日ということで、今回は母花さんにケーキを作りたいと思います。で、季節的にバレンタインということで、チョコレートを使ったガトーショコラに挑戦します。今回はサプライズということで、母花さんには内緒で作っていきたいと思います。まず卵2つをボウルに割って溶きます。あ、やっぱ右しかできない。よし、パティシエっぽくこれ使ってください。よし、続いてフライパンや鍋でお湯を沸かしていきます。ボウルにブラックチョコレート 100g、 失敗した。しっかりとね、銀紙を外してからチョコレートは砕くようにしましょう。ガーナのチョコレート2枚でちょうど 100g です。そしてここにバター 60g、 これだと 50g ですね。しっかりとね、もう一つ開けていきます。もうめんどくさいんで70入れちゃいます。そして先ほど沸騰したフライパンのお湯に入れて湯煎していきます。湯煎という作業を私もやったことがないんですが、これで多分チョコがいい感じに溶けてくれると思うんですよね。あ、溶けてきた。おお。チャンネル登録してね。チョコがいい感じに溶けたので、ここで砂糖 20g を入れます。そしてまたかき混ぜていきます。3点。混ぜ終わったら湯煎から外して、ここでようやく卵の登場です。卵を半分入れて1回混ぜて、でもう半分入れて、で混ぜて、そして小麦粉 40g をふるい入れます。我が家にはふるいがないので、茶こしで代用します。そしてざっくりと混ぜていきます。なんかそれっぽい、それっぽい。そしたらこれを直径 15cm くらいの型に流し入れ、それをオーブンに入れて180度で、30分加熱します。主婦っていうのはこういう空き時間を利用して洗い物を済ませます。ラン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 暮らし旅行、今日のおかずはなんだろうな。膨らんでる膨らんでる。完成です。ハッピーバースデー、ハッピーバースデー、ツーユー、おめでとうございます。ありがとうございます。せーの、せーで、いただきます。すごいすごい、すごい、ちゃんとケーキになってるよ。ちゃんとケーキになってますね。荒穴にこれふわふわで美味しいんです。よし、これなら簡単だしバレンタインにぴったりですね。お母さんは誕生日で一番もらって何が嬉しかった？今までで。これ、これ。皆さんもね、2月6日は母花さん、4月6日は立花さんで覚えてください。せーの、せーで、ごちそうさまでした。ということで、今後ともよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。これちゃん、母花さんにおめでとうは？おめでとうってほら。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。母花さんの年齢は非公開なんですけど、女優の天海祐希さんと同い年ということで、今年1年楽しんでほしいです。バレンタインまでまだ期間があるので、この動画が好評だったらまだちょっとバレンタインネタをこすっていこうと思うので、感想をコメント欄にお願いします。お父さんは食べたいバレンタイン